それはほんの偶然だった。理性を失いかけていた俺はただただ腹を満たすために近辺の荒紙を夢中で借り続けていた。そんな時、俺は例のハンニバルとご対面したわけだ。初めて見る白い荒紙に剣を突き立ててみると、なんでか自分の理性が取り戻されていく気がした。右腕を見ると青いコアがほんの少しだけ輝きを取り戻していた。白い荒紙を倒す頃にはそれまで感じていた飢えは弱まり、右腕から来る激痛も少しばかり和らいでいた。後から榊博士に聞いた話では、そいつのコア再生能力が青いコアの修復に寄与しただのなんだの。まあ詳しいことはよくわからんが、とにかく俺はハンニバルを喰らい続けて生きながらえるしかないと思った。俺はその日からハンニバルを狩るプレデターとなった。開始します。気合い入れていこう。シールさんの感応能力により敵情報を受信、皆さんにも随時共有しますね。Come on.
無駄なことを。上出来だ。運動不足になりそうだな。なんとかなるもんだな。まだ来ないのか。いっぱい動いた後は甘いものが欲しいよね。皆さん本当に頼もしいですね。はあ、you